ミリザックは、フランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県の旧コミューン。ブレストから15分ほどの距離である。2017年1月1日、ギプロンベルトが併し、ミリザック・ギプロンベルトなった。鉄器時代のアルモリカの県が発見され、墓地の入り口に置かれた。ミリザックは、古いアルモリカのギプロンベル教区2420年まで、属し、その後は、 かつてのレオン氏教座に属する教区であった。16世紀のミリザックは、ブレストとサンルナンのセネシャル管轄区に含まれていた。17世紀以来存在するサンピエール・サンポール教区教会は、首都ペテロと首都パウロに捧げられている。教会の近くには、16世紀からあるサンタンヌレ拝ハイドがある。1790年2月、新たな地方行政区画となり、ミリザックは、 サンルナンゴゴーに併合された。1792年にミリザックはコミューンとなった。最初の議会はサンタンヌ礼拝堂で行われた。1896年の文書によれば、三面の無限在の親鳥の姉妹会が病人の世話をするためにミリザックの住宅を訪問していた。ミリザックの戦死者記念碑には20世紀の戦争で、 亡くなった95人のフランスのために命を捧げた者たちの名が刻まれている。そのうち70人は第一次世界大戦、24人が第二次世界大戦、1人がアルジェリア戦争の戦死者である。加えて、墓地の中の軍人の区画にはイギリス連邦出身の6人の兵士たちの名がある。彼らのうち5人はミリザックで死に、1人は ギプロンベルで亡くなっている。1955年、ミリザックに属していた、いくつかの集落は、ボアールとサンルナンに併合された。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2005 年5月、ミリザック議会は、ブルトン語の日常使用を促進するヤーディー、あるブレイジョニー検証の批准を可決した。2007年の新学期時点で、 ミリザックの児童の6.4%が二言語教育の小学校に在籍していた。ありがとうございます。